グレコーマスタイル九州ラビオカンティー決勝戦アイシートのスタートです。第1試合の1分が経過しました。この試合はグレコローマンスタイルで行われています。足を使った攻撃防御ができません。そのため大きな投げ方が出るのが特徴の一つです。展開止まりましたので、後ろに戻ってスタートからの試合再開です。
田選手に1ポイントを与えられまして、ここからまたグラウンドの展開になります。ポイントは1対1ですが、現在ラストポイントを獲得している鶴田選手有利に試合が進んでいます。試合時間残り1分を切りました。試合終了です。グループのマスタイル97キロ間という決勝戦、ポイントは3対3ですが、ラストポイントを獲得しております。佐賀県スポーツ協会、中里優美選手の優勝が決定いたしました。